もう6時過ぎます。ルルにゼリーをあげようと思ったんですよ。でもね、飲む気はあってももう全然口に入りません、うまく。そのうちすぐ疲れちゃうんです。で、今寝てます。端っこからこれでお水をと思ったけど、全然ダメ。一応点滴ができるんだったら一回してもらおうと思う。でも、父の時もこうやってそのまま飲まないで亡くなったから、覚悟はするよ、よ。仕方ないの。最初、最後はそうだから。象でも何でもそうですよ。食べ物がそばに運んであったって言ってたけどね。象さんでもね。ルル。昏睡じゃないけども、すごく疲れてて、はあ、はあはあしてね、結局、ペロペロができなくなった。もう、甘いから来るんです。爪ももう、一生懸命描いてたのも、あんまり描かなくなって、おしっこも出てて、もう平気になっちゃったし。おしっこのところも洗ってあげたいんだけど。ルル、ちょっとおしっこのとこ拭くね。夫に電話しました。速攻、とりあえず点滴が入れば、ちょっとの間点滴してもらった方がいいと思う。体力が戻ればごっくんができるかもしれないけど、こら、もう。まあ、なんかいる。しょうがないわ。汚くなっちゃったね。綺麗にしてあったのに、よいしょ。でもあんまり汚しもしないわね。あ、大丈夫？ハンハンもしなくなっちゃったんだよ。ちょっと昏睡じゃないけど、かなりよくないです。あっという間ですね。飲まなければ一気にダメですから。ルル？ルル？ごっくんできなくなっちゃった？すぐやってもらわないとダメだと、私はもう一旦早く言えばよかった。まだハーハーしてるから、やる気は、食べる気はあるので、こんなのでやってみたけど、もうね、哺乳瓶みたいな風にもできない。もう口をね、閉じちゃうのよ、これをや、あの、これやると。で、ちょっと辛いと思う。自分では飲みたいのに飲めないっていうね。防火なんかでやったらそこにあった。どっか引っ掛ければいい。あ、それ。羊、それそれ、そうそうそれそれ。それを立てかけるの、ここに。ここに。ここに。そう。そうです。こうやって飛んでいいんじゃない？じゃあ、釘でも打てばいいのよ。なんか引っ掛かるの。釘？あ、いいや。ちょっと、とりあえずこれでいい。ああ、それでも大丈夫だ。それしかないの？何を？点滴。何を？輸液が。そんなちょっとしかないの？あ、そこにあるのか。でも入るかな？麻痺のとこでも。皮下注射？あ、血液じゃないの？ああ、だったら早くやってもらえばよかった。明日あなたいないしさ。できるかね、私に。すってやればいいの？元気になればまたごっくんができるかもしれないけど、今ちょっと私もうかつだったな。夕方でもいいかなと思ってたの。したらおしっこしてたし、落ちてる。早いじゃない？ああ、血管だったら早いよね。血管じゃ今度は心臓に負担が。でもこれってさ、ここだけがさ、コブみたいになっちゃうんでしょ？地下から？大丈夫かな？ねえ、それから悪いんですけど！あれ？そうだ。ハクビシンの、ハクビシン、
あと野良猫がいるんですわな。捕獲して手術してあげなきゃいけない。もうもうほとんど無料でやってますよ。ああ無料でやってますよ。もう最悪なんですか。もう年寄りがやってるからいいんですよ、無料でやれば。ね、誰もお金なんか地域猫に出す人なんかめったにないからさ。よし、今バタンって言ったけど、これでなんか持ってきたらいいじゃない、うん、傘、傘、違う違う違う、三脚、あれだ、あそこにあるやつ、三脚っていうかあれがいいわ、ほら、あ、三脚みたいなのあるから、あ、足、足場、あれここにさ、さ、立てればいいの、あそこにある、犬舎のそばに、棒、そう、その高さで、そのスピードちょうどいいよ、そう、でもこれパターンと風で今倒れたのよ。でこれだってリーゲル重たいのやったら取れちゃわない、うん、コロって。いやいいよ、いるから終わるまで、うん、これちょっと足してこのくらいまで。これ何、栄養剤、ビタミンの B2 入ってるから。あ、であとこれ水分だけ、これそれだけ。うん、昔だったな、なんかね、後でもいいかと思ったからいけなかったかな。かゆいよ。ああ、外に出てくるのが私は遅かった。ごめんなさい、ルル。でも前、もう前みたいに泣かなくなってんですよ、ここ2、3日ね。かゆいよ。おしっこはでも出てたわ。ってことは飲んだのね。昨日まではね。夜もね、飲んだしね。ちょびっとずつだけどね。ちゃんとゼリーも食べたのに。涼しいのだけがね、取り柄だね、今日は。暑くなったらどうしようか、扇風機でもやりますかね。かゆいよ、蚊がすごいね。ルール、なんか目がうつろになっちゃったな。ルール、ピクッとしなくなっちゃった。ピクッてこれ動かす時にしてたのに、今日も疲れちゃったね。半日で。ちょっと私がちょこちょこ飲ませればよかったかな。でも飲めなくなってはいる。もう全然、口に苦、プチャプチャプチャっても、パプチャ、パチャパチャやっても、もう疲れるだけよ。変な話。飲もうと思っても、口の中に入んないから、あ、いたずらしてるみたいな感じだよ。ペラペラ、ペタペタ。でも、それでも頑張って飲んだんだよ。ゆうべは。今、そこからね、これで、何、こう、あれ、マヨネーズのケチャップか。ケチャップ開けてさ、哺乳瓶みたいになんないかなと思ったけどね、もう口開かない。うん、時々位置変えたらいいの、皮下注射だな。うん、今日はこっちで、明日は反対。口の周り今ちょっと、拭いてやんなきゃ。お尻は今拭いてみたけど、昨日は夜うんちしたよ。朝出てない？朝ちょっと出た。あ、そう、じゃあちょっとずつだな。食事も減ってるね。ルルは今日はもう初めての点滴しました。ずっとこれが続くってわけはいかないからね。でも水分点滴はね、苦痛を和らげます。私の父の時はね、もうね、こうやって動物みたいにできなかったからさ、点滴を静脈とかなんかから、あ、血管から入れたけど、もう入んなくなってたから、血管がもう干からびてね。人間もこんなのできるの？なんだ、じゃあそれやってもらえばよかった。私の父もなんだ、まあいいや。
最終的には死に至るということですから、それが人間とも生き物もみんな同じです。砂漠でね、亡くなったら お水飲めなくなっちゃうんだから、まあ、それと同じ感じだったな。下手にあの点滴してもね、今度はね代謝がね追いつかなくてね、溜まってむくむんですよ。それも辛いの。だからどっちが辛いってね、1週間ですよ、飲めなくなったら。その後は朦朧とする、苦しくないと思う。いつまでも点滴もできやしないよね、うん、ある程度これで回復するかどうか見定めて、ダメだったらそのまま老衰だな。でないとむくんだり水分が溜まるでしょ、体内に、うん、代謝しなくなるからね。おしっこ出なくなったらやめた方がいい。苦しみが続くだけ。それを思うと私の父は本当にガンジーが断食したみたいになって死んだわ。何日間か少し、ね、喉乾いて苦しそうだったな。顔がもう渇きを訴えてたもん。とりあえず様子は見るけど、覚悟した方がいいかもしれないね。音にもあんまり反応しなくなってたから、今動かしてても。前はビクンとか言ってちゃった。朝はでもね、水がパッと跳ねたら、跳ねたって感じでびっくりしてたよ。浄瑠でこう濡らしてたら。じゃあ、ああ、だけどその時間が問題だよ。ほとんどもう入ってないんだよ。労力を使うだけ大変だなって感じ。濡らしたタオルかなんかをさ、チューチューしてくれたらいいんだけど、それはできないのかしらね。赤ちゃんの哺乳瓶みたいに。もうペロペロができなくなったり、舌もうまく効かないしさ。うん。動かなくなってきたから、だんだん筋力ももう取られるし、あ、なくなった。早く止めて。大変だな、あんな。これから赤じつを少し取りに行きます、うん、その前にと思ってルルにやったんだけど、一生懸命舐めてたよ。でももうね、ほとんど入ってない、入っていかない。でその後はとても疲れたから、もうダメだなと思って、仕方ないな。そこでやっていい、うまく落ちる高さ的に、うん、高い方がいいんじゃない。スピードはそんな、うまいことやったな。それだからうまくダメダメ、高のもっとこう違うよ、ここの角度だよ。ちょっと持ってて、違う、ちょっと持ってて、これだけ通して、この辺からやってみれば多分、この辺からやればうまくいくと思うよ。はい、うん、こっちとこっちの、圧力が、圧が揃えばいいんだから。そうそうそう。多分平気。OK。こんなでいいでしょ。ダメじゃん、そこ。下から通さなきゃダメじゃない。下から通さなきゃダメよ。これをここから通すのよ、ここから。抜くのよ、もう一回。抜くのよ。あれだったら取りましょう。そこで立てたというかに行かないだろう。うん、ちょうどだって往診の時なんかこうやって持ってるんだ。へえ、じゃあ持ってればそう、だから終わるまで。はい、待って、終わったら、はい、そんなずっとトロなことしなくたって平気よ、そこにつければいいんだから、うん、時間かかるでしょ。うん、10分ぐらい、ちゃんとうまくつけるようにすればいいじゃん、そこ。これを下から、ここから通せばいいんだよ、下から。スピードがちょうどいい。終わったら、これ抜いちゃうから。はい、ご苦労様、終わり。言ってもわからない。うん